どうもこんにちは、山際です。今回はですね、楽天ポイントの貯め方、攻略方法についてご紹介していきたいと思います。で、今回もですね、資料を作り込んでいますので、それ参照いただきながらご覧いただければと思います。まあ、その方が多分分かりやすい、頭に入ってきやすいと思いますので、このような形で、配信をしていきます。で、前提として書いてるんですけども、まあ、こちら今僕が持っている総保有ポイントということで、貯めてきたポイントの数がここに載ってます。で、本当に見ていただければ分かると思うんですけども、これ、ここ1、2ヶ月ぐらいで貯めたポイントの数なんですね。で、面白いこと本当に貯まるんですよ。で、過去、振り返ってみると、まあ、ここ1、2ヶ月、3ヶ月ぐらいでちょっと楽天ポイント本気になって貯め始めてるんですけども、まあ、累計遡ると今までで、14万ポイントを貯めてきています。で、直近ではですね、1ヶ月で6万5000ポイントぐらい、貯めることができています。実際ですね、この楽天ポイント貯めやすいなというふうに思っていますので、これはきちんとご紹介できるなということで、貯め方をご紹介していきます。で、結論なんですけども、全部で3つあります。で、1つ目が、楽天ポイントを貯め始める前にきちんと準備しましょうということです。で、その準備が3つありますよっていうのを、ご紹介します。で、2つ目が楽天ポイントの貯め方っていうのを、5つ今回ご紹介しますので、それを実践していきましょうよということですね。で、他にもですね、この貯め方5つ以外に、10、20ぐらいたくさんあるんですけど、あまりにも割に合わないものだったりとか、貯めづらいものはご紹介今回していません。貯めやすいものだけ集中してご紹介しています。で、もう一個最後なんですけども、もう楽天のサービスをですね、まあ、とことん利用させていただくということを意識してですね、もうとことんもう楽天ファンになって、楽天が作り上げているその世界観に参加しますみたいな、一票投じるような気持ちでですね、楽天ポイントを貯めるときは貯めていくのがポイントになってきます。では、まず準備の部分からお話ししていきます。で、準備編なんですけども3つあるというふうにお話ししました。で、まず1つ目が SPU の倍率を上げておくということ。これスーパーポイントアッププログラムっていう略語なんですけども、また後々どういうことかご紹介します。で、2つ目、各セールキャンペーンについて知っておくということですね。で、本当に楽天のポイントを貯めるということを考えると、このセールとかキャンペーンをどう対策していくかということがかなり重要な鍵になってきますので、どういうことかまた詳しくご紹介しますね。で、3つ目、楽天ポイントアップカレンダーのチェックということで、このセールとかキャンペーンをもういちいち楽天のホームページに行って確認するのすごく面倒なので、このカレンダー機能っていうのがありますので、これを有効活用していきましょうよということで、この準備3つそれぞれまずは解説していきます。で、 SPU とはということで、書いているんですけど、楽天が提供してくれているそのポイントプログラムの中にスーパーポイントアッププログラムっていうのがあるんですね。で、これどういうことかというと、楽天市場以外にその楽天のサービスでたくさんあるんですけども、そういうのに登録していたりとか利用していたりすると、ポイントの倍率、もらえるポイントの倍率を上げてあげますよっていうのが、このスーパーポイントアップグラブというやつです。ここをきちんと対策しておくと、最初からポイントの倍率を事前に上げておくことができます。で、参考に僕のやつ今書いてるんですけど、今、普通にお買い物すると 7.5 倍のポイントが僕はついてきます。これセールとか何もない状態で 7.5 倍です。で、セールとかある状態だとこれが十何倍とかなることが あったりします。でですね、これまた面白いなと思うのが、このポイント倍率を上げていく過程で楽天ポイントが大量にもらえるというのが、すごく楽天の世界観にずるずる引きずり込まれてしまうなっていう、まあ面白さでもあるんですけども、じゃあ実際に後ほどポイント倍率を上げる過程で楽天ポイントがどれだけ大量にもらえるかっていうのもシミュレーションでご紹介していきます。で、まずその SPU の倍率を上げる方法ということで上げているんですけども、手間のかかるものはなるべくやらないということですね。で、その中でもおすすめは6つです。6つ。で、まずですね、楽天銀行の口座の開設。で、そして、楽天のなるべくならゴールドカード発行ですね。まあ、楽天で年間10万円分ぐらいお買い物するんじゃないかなっていう方はですね、このゴールドカード持ってた方が、結果的に、まあ、損益分岐点っていうか、そういうのは、まあ、元が取れるという意味ですね。ではあります。あとは、楽天電気。楽天電気っていうか、こういう家の電気サービスですね。まあ、なんか、例えば東京電力とか、中部電力とか、関西電力とか、そういうところで皆さん電気の利用は申し込まれてると思うんですけども、これ今電気の自由化になっていて、電気を提供してくれてる、会社元を自分で選ぶことができるようになってます。で、これを楽天に切り替えるだけというところです。まあ、これ今、僕申し込んで、今月から始まってるんですけども、まあ、全然、なんか、面倒なことなく、
まあ、むしろなんか基本料金がなくなってちょっと安くなってるなぐらいな感じなんで、楽天点検もぜひやってみてください。で、次に楽天証券ですね。まあ、株とか投資信託とか買える証券口座の開設をすると倍率上げてくれますよと。で、あとは楽天モバイル、まあ、携帯のサービスですね。SIM カードのサービスですね。で、あとは楽天市場のアプリです。で、これだけやっておくだけでですね、対策しておくだけで9倍になります。で、僕今のところまだ8倍なんですけども、あと楽天モバイル契約すれば、まあ、10倍っていう感じです。ただ、ちょっと楽天モバイルはちょっとあんまり評判が良くないので、どうしようかなと、乗り換えようかどうしようかなっていう、迷ってる段階です。これだけやっておくだけでもですね、例えばまあ、ポイントがもらえるどうのこうのっていう話ももう置いといて、楽天でお買い物するだけでですね、消費税分が還元されるっていうふうに思っていただければ、どれほどお得かということがわかるかと思います。で、SPU 倍率を上げる方法他にもたくさんあるんですけども、他にもできそうなことがあったらやってみてくださいねということですね。おすすめした6つっていうのは、とにかく簡単にできること。かつ、なんか継続して何かやらなきゃいけないっていうような、その手間がかからないものをご紹介しています。PU の倍率を上げる過程で、楽天ポイントが溜まってしまうということなんですけども、具体例としてちょっと持ってきました。例えば、楽天カードの発行、プラス、楽天銀行の口座開設ですね。で、楽天カードの発行と楽天銀行の口座開設をすると、まあ、漏れなく合計9500ポイントもらえますよというふうに書いています。で、それから楽天電気に申し込んで、これ3ヶ月以上利用しなきゃいけないんですけども、そうすると3ヶ月利用すると2000ポイントもらえますよと。まあ、これだけでも、11,500円相当のポイントがもらえます。まあ、楽天で1ポイントっていうのは1円で計算されるような感じになっていますので、まあ、これだけでも11,500円もらえるんだと思うと、すごいお得ですよね。で、こうやって SPU 倍率のポイントを上げるためのこの作業を事前にやっておくだけで、だいぶ変わってきます。で、なぜだいぶ変わってくるかというと、ここの次にご紹介するこの各セールキャンペーンについて、ここですごく響いてくるからなんですね。はい。で、楽天ではですね、定期的に楽天スーパーセールだとか、お買い物マラソンだとか、超ポイントバック祭りとか、5と0がつく日のキャンペーンだったりとか、あと楽天イーグルス、野球チームのプロ野球チームの楽天イーグルス、もしくはバルセロナ、サッカーチームのバルセロナが試合に勝つと、ポイントが2倍になりますよとかっていうセールキャンペーンを開催しています。で、SPU 倍率が例えば、普通に無料の楽天会員だと1倍なんですけども、このセールとかキャンペーンで例えば、お買い物マラソンで最大10倍というふうに書いてるんですけども、これ11倍にしかならないんですよね。でも、SPU 倍率を上げておくと、例えば9倍とか10倍まで持ってこれるので、これ足すと20倍なんですよ。これ全然変わってきますよね、結果が。もらえるポイントが倍変わってくることになりますので、しっかりと SPU の対策をしておいて、こっちのキャンペーンに臨むっていうことが大切です。で、楽天でお買い物するときは、なるべくこのセールの時にお買い物をすると、ポイントがどんどん溜まっていきますので、なるべくこう、なんていうんだかな、楽天のセールがあるときに買いだめするとか、楽天のセールがあるまでちょっと我慢してお買い物待っておくみたいな、そういう計画が必要になってきます。で、さらに言うと、イベントの攻略の基本になるんですけども、なるべく5と0のつく日イベントと絡ませるんですよ。で、そうするとまた余計にポイントがもらえたりしますので、かなりこれ有効的なイベントの攻略の基本になります。で、エントリーが必要なものがセールとかキャンペーンには多いので、しっかりこれは見逃さないようにしていってください。で、エントリーしていないとこのキャンペーンに参加できなかったりとかしますので、必ずこれは必要ですよということですね。で、エントリーするといっても、エントリーボタンをポチッと押すだけなので、そんなに難しいことはないです。ただ、エントリーボタンの下にちっちゃく楽天のメルマガの配信もしますみたいなこと書いてあるんで、チェックボックス外しておくと、メルマガが届かないです。でもチェックボックス入れたままエントリーボタンポシッて押してしまうと、楽天からのメルマガをブワーって大量に来るので、ちょっとメルマガちょっとうざいなっていう、それは嫌だなっていう方はですね、エントリーの前にメルマガのチェックボックス外してからエントリーボタンポチッと押すという作業が必要になってきます。まぁ、ちょっと若干煩わしいなっていうふうに思うかもしれないんですけども、まあ、そんなに手間ではないと思いますので、やってみてくださいということですね。で、楽天市場でのお買い物で、お支払いをする場合は楽天カードで決済しましょうよというところですね。はい。まあ、すべてを楽天に集約していくというところです。
はい。で、次ですね、準備、3つ目なんですけども、楽天のポイントアップカレンダーをチェックということで、いちいちですね、自分自身で、そのセールとかキャンペーンを、こう、把握して、自分でカレンダーをこう設定してとか、今日は何の日がある、明日は何の日があるとかっていうふうに書いていくのも、すごくめんどくさいと思うんですよ。めんどくさいですよね。で、その代わりに、この楽天ポイントアップカレンダーっていうふうに、まあ、実際に検索していただくと出てくるんですけども、いつ、何のセールが何時からやってるのかみたいなのを、カレンダーで全部まとめてくれているんですね。なので、まあ、ここの URL さえ自分で、まあ、ブックマークするなり何かしておくと一覧でカレンダーで把握できるようになっていますので、とても管理が楽、わかりやすくて楽ということです。なので、まあ、これを、まあ、習慣の一つに入れておくといいんじゃないかなと思います。で、次、溜め方の方ですね。溜め方5つあるというふうにお話ししました。他にはもっと溜め方いっぱいあるんですけども、なるべくグッと凝縮して、割に合わないものを省いて5つだけに集約しました。で、まず1つ目ですね。楽天市場でお買い物して貯めると。まあ、これ基本になります。まあ、セールキャンペーンなるべく有効活用しましょうよということですね。で、2つ目。楽天市場以外の楽天のサービスを利用して貯めるということなんですけども、SPU 倍率を上げる過程でいろいろ申し込んでいくと思うんですね。例えば楽天モバイル申し込むとか、楽天電気に申し込むとか、いろいろあると思うんですけども、他にもですね、例えば楽天ルームっていうのをご存知ですかね。楽天が提供しているちょっと SNS みたいなサービスなんですけども、これですね、意外と、まあ、まめにちょこちょこやらないといけないんですけども、そんなに頑張らなくても月に1000から2000、ポイント分ぐらいのポイントが楽天ルームをやっているともらえます。まあ、どういうことかというと、なんか自分で欲しいものとか、自分で買ったものとかをどんどんその掲示板みたいなところに、アップすることができるようになっているんですよ。で、バーってアップしていくと、なんかいろんな人が見てくれて、で、そのいろんな人が見てくれた中からそこ経由で、自分のなんかアップしたもの経由で楽天でお買い物してもらうと、その商品代金のパーセンテージが自分のところに入ってくるという、仕組みになっているものです。なんか空き時間とか移動時間とか5分10分でパパパと1日あたりやれば、だいたい月に1000から2000ポイントぐらいは稼げるんじゃないかなと思いますので、ぜひ取り組んでみてください。というのと、自分が欲しいものをこうリストアップするときに今使ったりとか、自分が買ったもののなんかね、感想を書いたりするだけも一言でいいんですよ。一言バーって感想を書いたりするだけでもらえるので、まあそんなに難しくはないかなと。大事なのは豆さというところですね。はい。で、次に、まあ、楽天トラベルなどというふうに書いています。まあ、他にも、たくさん、サービスあるんですけども、これらのサービスを利用していくことで、楽天のポイントがどんどん貯まるようになっています。で、3つ目、楽天の決済サービスを利用して貯めるということなんですけども、街中でですね、楽天ペイとか、楽天エディとか、これらの決済方法で、決済できるようなお店がたくさん今増えてきてると思うんですけども、そういうところではですね、なるべく楽天カードで決済しないと。街中での決済はですね、ほんと基本楽天ペイでやるとポイントが貯まりやすいです。で、貯め方4つ目、ポイントサイトを利用して貯めるなんですけども、楽天リベツとかって聞いたことはありますかね。で、楽天が提供しているポイントサイトみたいなものなんですけども、この、そこにあるホームページの中にいろいろとそのサービスを提供している企業のバナーがバーって貼ってあって、何パーセント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 って書いてあるんですよ。で、2% とかって書いてあったら、そこの、この楽天リベツを経由して、そのバナーをクリックして、お買い物をすると、2% を楽天ポイントが還元で戻ってきますよっていう仕組みのものです。あとは、ポイントサイトをですね、モッピーとかハピタスとか、まあ、たくさん、各社、ポイントサイトあるんですけども、ここで貯めたポイントを楽天のポイントに交換することが可能です。で、5つ目、ブログとか物販で貯めるというふうに書いているんですけど、まあ、これはちょっと手間がかかるというか、実業みたいなものになってしまうので、まあ、できる人、できない人、やりたい人、やりたくない人に分かれると思うんですけども、例えば、ブログでやっていくなら、楽天アフィリエイトっていうものが利用できます。まあ、楽天で売られている商品を何かこう紹介していったりとか、楽天トラベルの、まあ、なんか旅行系のブログやられている方なら、なんかホテルとかを紹介しつつ、楽天トラベルのアフィリエイトリンクをこう貼っていくとか、まあそういうことですね。で、僕はあんまりブログの中で、なんか物、商品とかを紹介していないので、あんまり楽天アフィリエイトでは成果を得ていないんですけども、お買い物好きだったりとか、物が好きな方は、なんかお買い物ついでにブログ書きつつ、まあレビューみたいなの書きつつ、こういうふうな楽天アフィリエイトを通して楽天ポイントを稼いでいくみたいなこともいいんじゃないかなと思います。で、物販なんですけども、これ実際僕取り組んでなくて、今勉強中の段階なんですけども、世の中にはどうやらポイント物販っていう風に呼ばれるものがあると、
で、実際にポイント物販っていう風に Google で検索してみていただくと多分出てくると思います。なんか楽天のポイントを活用して、こう物販に活かしていきましょうみたいなことを、やってる人がいるんですよね。で、実際これ検索してみると、どういう風にやってるかっていうのを覗くことができるので、ぜひこの物販っていうところに、まあなんか自分でビジネスしたいなとかいう風に思っている方がいたらですね、ぜひ検索してみてください。他にはですね、アンケートを答えるとか、くじを引くとか、広告をクリックするとかたくさんあるんですけども、ちょっとあんまり割に合わないんじゃないかなというふうに思いましたので、今回、除外してご紹介させていただきました。で、最後にこれ大事なのが、楽天ポイントの使い方です。楽天ポイント貯めたはいいけど、まあ、実際使わなければ、そのポイントの価値って意味ないじゃないですか。価値を持たないので、じゃあどういうふうに使っていけばいいかな、みたいなことを、少しだけ最後、触れてですね、終わりにしたいと思います。で、本当楽天ポイントっていうのは、いろんなことに使えます。本当なんか日常生活で、使えないシーンはないんじゃないかなっていうぐらい、本当に幅広く使えるんですね。例えば、日用品とか家電とか、例えば、あと、食べ物、飲み物とかだと、楽天市場で全部、賄うことができますので、楽天市場でお買い物するときに楽天ポイントを使えば、ポイントを賢く使っていくことができます。で、他には、楽天周辺のサービスとして、楽天モバイル、ですね。携帯で払えますよ、ポイントで払えますよとか、楽天電気使えば、その家の電気代払えますよとか、他には楽天証券っていうのがありますので、こちらで、例えば投資の積み立てをやったりとか、できますよっていうのがあります。あとは、旅行代ですね。楽天トラベルを使えばホテルとかいろいろ予約ができますので、旅行代もタダになりますよとか、あとはマイルに交換、ANA のマイルに交換することができますので、マイルに交換していってもいいです。まあ、ただ、マイルの交換付き、上限が、交換できるポイント数の上限が定められているので、そんなに爆発的にマイルが貯まるってわけじゃないんですけども、まあ、コツコツマイルを貯めていくことも可能ですよと。はい、そんな感じです。で、楽天ポイントを貯め始める前にすべき3つの準備っていうのがありました。で、3つの準備っていうのは SPU の倍率を上げるということ。それから各セールやキャンペーンについて事前に知っておくということ。どんなキャンペーンがあるかなっていうのをまず勉強して、実際にそのキャンペーンに合わせてお買い物をするということが大事ということですね。で、3つ目が楽天のポイントアップカレンダーをチェックするということです。この3つ準備がありますよと。で、貯め方も5つご紹介してきましたね。お買い物をまず楽天市場でお買い物を積極的にしていきましょうと。ただ、Amazon とか Yahoo ショッピングと比べてもちろん高いこともあるので、価格を比較して高ければ、まあ、安い方で買った方が賢いんじゃないかなと思います。まあ、ただ、ポイント分、返ってくるポイント分で実際考えて安くなるんだったら楽天積極的に利用していった方がいいんじゃないかなと僕は思います。2番目で楽天市場以外の、楽天のサービスを利用して貯めましょうということですね。もう、とことん楽天様のサービスを利用させていただこうじゃないかというところですね。で、3つ目、楽天の決済サービスを利用して貯めるということなんですけども、街中で、楽天ペイとか楽天エディが使える場所であれば、特に楽天ペイを積極的に使っていくと、よりポイントが貯まりやすくなります。4つ目、ポイントサイトを利用して貯めるということですね。楽天リベツっていうものを使ってもいいですし、モピーとかハビタスっていうポイントサイトでポイントを貯めて、そこから楽天のポイントに交換してくるということもできますよということですね。で、最後に5つ目、自分でなんかビジネスをやってみたいなとかっていう人にはおすすめなんですけども、まあブログとか物販で貯めるということも意識されてみてくださいということで、今回動画お話をさせていただきました。最後までご視聴いただきどうもありがとうございます。で、動画をご覧いただいてですね、もし少しでもためになったなとか役に立ったなとか思っていただけたら、高評価のグッドボタンとチャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。またいろいろと動画をアップしていきたいと思っていますので、楽しみにしていただけたらと思います。それではまたお会いしましょう。なんかリクエストあったらお待ちしてます。コメント欄にお待ちしてます。一応概要欄にもたくさんいろいろまた情報書いていますので、チェックしてみてください。それではまた。